Hello, what's up everyone? My name is Yusuke and welcome to my channel! Mari datang di Game Sakura Wars kembali guys. Di episode sebelumnya ada hal yang menyenangkan dan hal yang mengerikan. Bener roller coaster banget kemarin, gila sumpah. Dan kita melanjutkan ceritanya dari ini, Sakura Wars. Nah, ini sangat-sangat genting-gentingnya gitu ceritanya. Semoga gue gak ada pilihan-pilihan yang semoga aja ya. Let's go everyone, ready for Sakura Wars Chapter 2 Part 17. Gak bisa ya, Part 17. Here we go. Gue excited banget untuk melanjutkan game ini dan wah, gue gak bisa berkata-kata. Go Power Ranger. Oh, my God. よかよ。やせや。お前は守るにために。大丈夫。ああ。やっぱり来たか。帝国影機伝。やはり貴様か。おぼろ。魔言空間を解け、おぼろ。俺たちはお前の遊びに付き合う暇はない。 俺はお前たちをぶっ殺したいだけなんだよ。おい、そこの裏切り者も覚悟しとけよ。ふざけんな。あいつの言うことなんて気にするな。君は騙されていただけだ。自分を責めるのはもうやめた方がいい。ええ、分かってるわ。ありがとう。 行くわよ。邪魔しないで。駆け抜ける。 はい。はい。ありがとう。せっ。ああ、だれだ。まずはあいつ。この程度で潰れんじゃねえぞ。 うるっ、機体の修理はできた。あと少し、なんとか耐えてくれ。それと、アナスタシアちゃんの傷はかなり深い。守って頼むぜ、聖獣郎。ああ、言われなくてもアナスタシアは俺が守る必ずだ。 あはは。よっ。よっ。アナスタシア、大丈夫か？大丈夫よ、キャプテン。怪我の痛みなんて大したことないわ。花組のみんなは本当に優しいわね。こんな私を受け入れてくれるなんて。コーマのスパイとして生きてきた私は いつも人々の心から逃げてた。ルパイアンドロアジャー、あなたたちはいつもいつもうるさくて本当にしつこくて、そして優しくて、とうとう私の心に入り込んでしまった。さすがのアナスタシアも花組のしつこさには困惑してた。
よし。私このチームが大好きよ。うん、だからもう絶対に嘘は言わない。みんなと交わした約束は必ず守るわ。必ずあなたとみんなと生きて帰る。ああ、その通りだ。戦い必ず全員で勝利しよう。よっしゃ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 、なメカニック。ニズムゲージね。行くわよ。はい。よしよしよ。ロー。行くわよ。おい。あ。オーディブさん。行くわよ。危険な地形だな。踏み外さないように気をつけないと。任せてちょうだい。任せて、ブライ。私の機体はゆっくり降りられるから先行するわ。わかった、頼むぞアナスタシア。大丈夫カプテン隊長。はぁ、覚悟なさい。邪魔しないで。はぁ、はぁ、はぁ、覚悟なさい。覚悟なさい。はあ。はあ。はい。やさいやさいや。邪魔しないで。覚悟なさい。もっと高みを目指す。覚悟なさい。さあ。邪魔しないで。よし、駆け抜ける。走り抜けるわよ。行くぞ。はい、行くわよ。行くぞ。いやさいやさいやさいや。かなりの数だな。とはいえ、蹴散らすしかない。アナスタシア、援護してくれ。分かったわ。でも一人で深追いはしないで。はっ、はい。まだ修理は終わらないのか。よっ、ふっ、はい。踊りなさい。さあ、はい、はっ、行くわよ。はい、はい、まだまだ。立ってるけどよ、コーマ王復活まで時間がないんじゃねえのか。悪い悪い、夜叉の攻撃で機体が呪われちゃったんだっけ。このまま二人で惨めに死んでいくしかないんだってな。即帝国歌劇団花組。え、東雲発音。この喧嘩買わせてもらうぜ。あれ、晴れに一発やってやるぜ。おう、なんだと。そんなバカな勇者の呪いは。アバラ、てめえをぶっ倒したくてよ。地獄から蘇ってきたぜ。三人になったところで何ができる。うぜ、こらえた。運命閉ざす。おお、流星。いいぜ、かかってきな。ハチコちゃんの大喧嘩を見せてやる。踊りましょう。
よし、どんなもんで花組はこんなもんじゃ止まらねえぜ。あ、やだね、雑魚が一匹増えたぐらいで勢いづいちゃってさ。時間がないんじゃなかったのか。お前たちのフリはまだ変わっちゃいないんだよ。無事にこの空間を解放できるといいな。うっせえお前。はい、お、何をする。これはあの時の幻術の大蛇と攻撃してくる結晶、まさか同時に来やがると。アザミもクラリスもいない状態でこれを突破できるの。どうしたよ、助けはもう来ないってか。はい、ああ行くわよ。どうだ、行けるか。駆け抜け、覚悟だ。はい、行くわよ。はい、駆け抜ける。どうだ、はい、はい、行くわよ。行くわよ、覚悟だ。抜ける、走り抜けるわよ。はい、まだまだこれからよ。行くわよ。はい、現実が駆け抜ける。やってきた。オーボロ、どこにいる。姿を現せ。キリがない。これ以上はその絶望する顔、すげえそそるぜ。もっと、もっと見せてくれよ。これで帝国過激団も終わりだ。絶望と恐怖に包まれて、さあ幕引き隊行こうぜ。帝国か、終わるのはあなたの方です。誰だ。望月アザミ、真実を見抜くべき誕生。アザミ、私の力で悪しき力を打ちます。おおおお、こいつらはまずい。これならいけるわ。二人ともお願い、力を貸して。当然、仲間を救うため、そのために来た。分かっています。ああ共に戦いましょう、アナスタシアさん。アナスタシアさん、そんな顔をして。この組は全員で一つ、全員で勝利して笑顔になって、初めてハッピーエンドになれるんです。そんな顔でハッピーエンドを邪魔しちゃダメです。さすがは名脚本家ね。笑顔、了解よ。花を守ります。よっ、このやっ、この国を。アナスタシアは悪い掟に従わず、自分の意志でこの戦いに参加してる。アザミは尊敬する。その決意を。ありがとう。その尊敬を裏切らないで全力を尽くすわ。おお、ああ、
しようね。くっそー、なぜだ、夜叉の呪いを解くのは不可能なのに。どうして。お前には分かるまい、この機体が持つ無限の力、無限の可能性が。うるせい、無限の無限、うるせい。ならばその力ごと消し飛ばすまでだ。行くぞオボロ、今こそ決着をつける時だ。行くぞ、行くぞ。いや、そこだ。いいこだね。ゲーム。そうか、ゲントか、ゲントが近づいてきたのか。ゲントが近づけばコーマの力は果てしなく増加する。そうだ、ゲントの力があれば。させないわ、絶対に。させない。ゲントが迫ってるのはお前のせいじゃねえか。今からでもこっち側についた方がいいんじゃねえの。今度は俺様が使って便利なおもちゃとしてよ。あ、本当か。売り物。いや、やば。売り物。ベベゴ。Bego lah, macam caranya. Macam caranya. Eh.Kan gua lewatnya, mau lewat.とうとうここまで来たか、帝国歌劇団。本当にうざい奴らだな。お前はもうおしまいよ、オボロ。ここで決着をつけましょう。うるせえぞ、裏切り者。お前、このままで済むと思ってんのか。このままで済むなんて思っていないわ。あなたを倒したら私は死ぬつもりだった。だけど生きるわ。生きてこの罪を償い続ける。私を許してくれたみんなのためにも。うるせえ、綺麗事ばかり抜かすんじゃねえよ。私は帝国歌劇団花組のアナスタシア・パルム。見せてあげるわ、私の生き様を。アナスタシア、君は。ごめんなさい、キャプテン。みんなの気持ちは嬉しいけれど、私は私の罪を忘れることはできないわ。でも晴れ晴れとした気持ちよ。私は私の正しいと思うことのために、花組のみんなと一緒に未来を作るためにこの命を使っていくわ。そう、みんなが教えてくれたもの。分かったよ、アナスタシア。いつか罪の心が消える時が来るといいな。
あーうぜ、ほんとうぜ。人間なんてな、見え張って嘘つく生き物じゃねえか。一度裏切ったお前なんて二度と信用されるもんかよ。黙れオボロ、薄汚いコウマメ。アナスタシア、私の仲間だ、大切な家族だ。神山清十郎は帝国歌劇団花組隊長として。オッケー。アナスタシアを信じる。キャプテン、ありがとう。清十郎さんの言う通りです。お、ほら、帝国歌劇団花組、雨宮さくら、誕生。さくら、来てくれたのね。アナスタシアさんに聞きました。一緒に戦いましょう。デートの平和を守るために。そして自分自身の未来を切り開くために。さくら、そんな都合のいい未来は来ねえ。ここで全員死ぬんだからな。俺様をここまで苔にしやがって。絶対に許さねえぞ。新たなる星の導き、それは花組のみんなと共に見る未来。その未来のために私は絶対に勝つ。あら、ハビキ、本気でいけ。何もかもが気に入らねえ。ゲントを待つまでも全力でもうここで切ってやる。覚悟しやがれ。ここがてめえらの墓場。うらぁ、しかしかしや。人々こらえた。運命を閉ざす青き流星。上級コーマ、裏切り者不明が。裏切り者で結構。体の痛みはあっても、なんとかなるものね。アナスタシア、聞こえるか？キャプテン。この通信は、君だけに繋いでいる。少しだけ、俺の話を聞いてくれ。君は、負傷しているその体で、先陣を切り、みんなのために道を切り開いた。もう、いいだろ。自分を許してやってくれないか。そうね、悪いけど忘れられそうにないわ。忘れてはいけないと思う。アナスタシア。でも死んでもいいとはもう思わない。生きてあなたのその思いに応えていくわ。わかった、今はそれでいい。だけどいつか絶対に忘れさせてみせるよ。これから作っていく俺たちの思い出でね。きっと花組のみんなも同じ思いだ。言い出したら聞かない、そんな人よね、あなたは。分かったわ、その日が来るのを待ってる。その日を夢見て生きるわ。神山、ありがとう。
最高の舞台だったわ。最高マラマラ。ada pilihan yang ini kan aneh-aneh gue. Ini gampang banget coba. Sumpah gak ada. Oboro. Shitsukoi deki datta ga. Yoyaku taoseta na. Hontou desu. Mou nido to mitaku nai desu ne. Yoshi. Toriaizu Kanzaki shireyo ni renraku wa. Chotto matte kudasai. Sono mae ni いつものあれ、あれですよ。おお、ほら、アナスタシア、こっちに来て号令かけてくれよ。私、そんなのダメよ。私は遠慮はダメ。今回はアナスタシアの番。でも、そんな資格は。アナスタシアさん、笑顔です。笑顔。もう一度花組みんなが揃って勝利できたんです。今はその幸せをみんなで喜びましょう。さくら、俺たちは再び一つになったんだ。誰一人負けても花組じゃない。今の君ならわかるはずだ。だから頼むよアナスタシア。わかったわ。喜んでやらせてもらうわね。ありがとうみんな。惑いの中にいるのなら星を探しなさい。どんなに暗い闇夜でも見上げれば必ず星はある。せーの、勝利のポーズ。スミレさん、三笠記念公園の制圧に成功しました。ご苦労様、神山君。これで切り札が使えるわ。次の指示をいただけますか。切り札は一体どこに。そろそろ月組が到着する頃だわ。彼女たちに合流してちょうだい。お、俺の無限が！ってそれどころじゃない。事故だ。乗ってるのは誰だ。大丈夫か。やっぱりスーパー隊長みたいにスマートにはいかないな。君は。何者だ。帝国歌劇団花組隊長神山清十郎さん。そんなことではスーパー隊長にはなれませんよ。帝国歌劇団月組隊長西条いつき、ここに見参。いつきちゃん。え、ジャパーン。私もいますよ。ひろみさんまで。月組ってもしかしてお二人が。実はそうだったんです。追っかけファンとは仮の姿。帝国歌劇団月組西条あーデートの危機を救うべく参上しました。同じく帝国歌劇団月組隊員本郷ひろみ。いつもごひいきにしてくださってありがとうございます。本当は他にも隊員がいるんですけどね。月組は隠密行動部隊。誰がどこにいるかは秘密なんですよ。そうなのか。いや、それよりもスミレさんから君たちに合流しろと指示があった。これからどうすればいい。大丈夫、分かっています。いよいよあれを動かす時です。エンドロールキッタドン。
寒い時にあった。それが最後の切り札よ。花組全員急いで乗り込んで。乗り込めったってよ、どうすりゃいいんだ。後部ハッチが開いてるはずや。時間がありません、急いで。これは空中戦艦？こんな巨大なものが公園に眠ってたなんて。帝劇があんなに小さい。無事に乗り込んでくれたようね。はい、なんとか。これなら戦える。我々は競技場に向かいます。あなたたちだけでは無理ですわ。今から私たちもそちらに向かいます。どうやって。帝劇量子水晶動力全開放。出力 250% 300いけるで。銀座四つ角からの切り離し承認。最終ロック解除。スミレ様、兵撃発進。はあ、なんだそれ。信じられません。この無茶苦茶な船は。この程度で驚いていては帝国歌劇団はやってられませんわよ。でもまさに最終兵器ね。この船なら玄庵と互角に戦えるわ。待っていろ玄庵、絶対に競技場にたどり着いてみせる。ミカサの調整には今しばらくの時間を要します。終了まで約1時間。作戦が始まったら休む時間はありませんわ。今のうちに英気を養ってちょうだい。休めるときに休むのも立派な仕事やで。売店も開けとくから来たってや。売店って。でも分かりました、少しゆっくりさせてもらいます。では解散。私は貴様を仲間と思ったことなど一度もない。なんだよ。おい、やめろ、やめてくれ、頼む、見逃して。For a mission, the only question is to show how to win. Yes, there is pretty a wood to be.
dan ini adalah bagian di mana, di mana dan di mana. Gua akan bolak-balik. Ya, udah nih. Gua bolak-balik save. Moral coaster anjir nih jam. Kadang ada gua tersenyum, kadang ada saat gua kesedihan. Itulah namanya roll coaster. Harus dulu lah. Harus ya. Here you go. Dulu. Oke, main Pokemon gua perhatiin. Pokemon gua nih. クラリス、本を読んでいるのかい？ええ、最後にしておきたいことが他に思いつかなくて、でもやっぱり集中できませんね。怖い想像ばかりしてしまいます。何か他にないかな。俺ができることなら協力するんだけど。そうですね。二人ならできることがあります。女の子と言ったらお姫様です。やっぱりやってみて初めてわかることってあるんですね。こんな風に抱っこされたら神山さんに包まれてるみたいで、なのに宙に浮いているみたいにふわふわしてて夢心地ってこういうことでしょうか。どうなのかな。神山さんはどんな気持ちですか。俺は ずっとこうしていたいよ。君を感じられてとても嬉しい。私もです。とても嬉しい。このまま時が止まってしまえばいいのに。そうすれば世界は二人だけのものです。クラリス冗談です。恥ずかしかったですね。その割にはとても楽しそうだったけど。はい、とても楽しかったです。それにとても幸せでした。神山さんのおかげです。クラリス、やりたいことはまだいっぱいあるけれど、でももう悔いはありません。これで憂いなく最後の戦いに臨めます。頑張りましょう神山さん。ああ、頑張ろう、クラリス。Oke, ninja dulu ya, ninja aja dulu, ninja dueler. Shinobi, Naruto. Aku takut aja deh ya. Ini aja Genjet. Anju. Asami, 調子はどうだい？問題ない。聖獣郎は？俺はもちろん大丈夫さ。いよいよ最後の戦いだからな。不安なことがあったら何でも話してくれよ。あさみ？何か言いたいことがあるのか？聖獣郎、
嘘は良くない。え、嘘って？不安に思ってるのは清十郎の方。違う？それは。俺は隊長だからな。戦いに向けて不安なんてないよ。無理して話してる。アザミはいつも清十郎を見てるからわかる。お願いだから本当の気持ちを言って。そうか、そうだな。正直怖いんだ。今度の戦いは今までとは違う。守ろうとして守りきれないかもしれない。目の前で誰かが死ぬかもしれない。そう思うととても苦しいんだ。ごめんな、アザミ。こんな情けない体調で。清十郎、清十郎、いい子いい子。アザミ。清十郎は情けない体調なんかじゃないよ。とても優しくて、とても強くて、とても立派なアザミの体調だもの。不安に思うのも当たり前のこと。怖くない人間なんていないんだから。アザミもかい？アザミは忍者だから恐怖には強い。訓練した。そうか、アザミは強いな。忘れないで、清十郎。清十郎は一人じゃない。アザミもみんなも清十郎のことを大切に思ってる。だから一人で苦しむ必要なんてない。そのことを忘れないで。ああ、ありがとう、アザミ。少しは元気になった、清十郎？ああ、もう大丈夫さ。アザミのおかげだよ。気にしないで。アザミはアザミの好きにしただけ。アザミは清十郎のためにある。それがアザミなんだから。Pasangan ya, bukan kapot ya. Sebenernya gue ngapain kayak adik gue gitu. Gak ada kayak yang bawa, oh, kayak ini gue. Gak. Oh, gue ngapain kayak. Problem dulu ya, biar terlalu yang lain nanti.花組隊長、神山清十郎殿。空中戦艦ミカサへの着艦、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あの、本当にいつきちゃんなの？本当に私ですよ。だって私、マジで月組ですから。でもしかして実は気づいてました？私の正体途中から分かってたとか。全く分からなかったよ。正直今でも驚いているからね。そりゃそうですよ。月組は諜報隠密部隊ですから。潜入するための訓練も受けてるから、どこからどう見てもただの定劇ファンだったでしょ。ああ、すごく熱心なファンの子だなってそう思ってた。でもまあ定劇ファンっていうのも本当のことなんですけどね。とにかく神山さん、改めてよろしく。帝国歌劇団月組、西条五月です。こちらこそ。ただどんな風に接すればいいか
ちょっと迷ってしまうね。いつも通りでいいですよ。帝劇にいたのは任務半分、趣味が半分。ううん、9割だもの。だから今まで通り、私のことは帝劇のファンってことでよろしくね。ああ、わかった。いつきちゃん、これからもよろしく。うだ。お求めですか？じゃないですよ。まさかヒロミさんが月組だったなんて。はい、私は帝国歌劇団月組、本郷ヒロミです。騙すつもりはなかったんですけど、神山さん、ごめんなさい。ヒロミさん、なんとも思ってませんよ。任務だったんでしょ？はい、街中での情報収集が目的でした。だから三日月の店員になっていたんです。なるほど、そういうことだったんですね。ならやっぱり謝る必要なんかありませんよ。三日月でもひろみさんにお世話になってますからね。いつも美味しい和菓子をありがとうございます。神山さん、こちらこそありがとうございます。ただ知られてしまった以上、私の正体を忘れてもらうのは無理そうですね。忘れる必要なんてあるんですか？同じ歌劇団の仲間じゃないですか。月組のひろみさんも和菓子どころ三日月のひろみさんも、これからも変わらずにお付き合いさせてもらいますよ。じゃあ私も新作をご用意してお待ちしてます。やっぱり和菓子は最高です。ジャパーン。あー、で、何かよ。あはははほら、ニャン。ちょっと様子を見に来たんだ。ハツホ、調子はどうだ？おう、ハツホちゃんは相変わらず絶好調だぜ。そうか。そんなこと言って無理してるんじゃないのか？なんだよ、んなわけねえから変な心配すんなよな。そうか、ならいいんだけど。でも何か不安があれば言ってくれ。俺でよければ話を聞くからさ。私は大丈夫だからさ、みんなのところに行ってやってくれよ。わかった、それじゃあ他を見てくるよ。ハツコ、待ってくれ。行かないでくれよ、神山。ごめん、神山。私、痩せ我慢してた。怖いんだ。怖いんだよ。震えが止まらねえんだ。私は、帰って来られるのかな。みんな、帰って来られるのかな。
地上にまた戻れるのかな。初穂、大丈夫だ。君もみんなも俺が必ず守るよ。わかってる。神山ならそう言うってことをさ。そしてその通りにするってことも。私はあんたを信じてるから。けどもう少しだけ、願いだからこのままでいさせて。初穂、神山の背中、広くてあったかくて落ち着くな。こういうの私好きだぜ。さすがは隊長だ。ありがとうよ神山。なんか悪いな。でもおかげで元気100倍だぜ。このぐらいお安い御用だよ。初穂が元気になってくれて本当によかった。次の戦い必ず勝利して天劇に一緒に帰ろうな。お、初穂ちゃんに任せとけ。Bocok kepercayaan dia. Dia kan sebocah bocok untuk mengingat Gokren. Sebenernya Sakura terakhir ini sih, Sakura terakhir. Jadi dulu lah. Gak bolak balik bos. Karena benci kalau bos bolak balik. また来てや。アナスタシア、調子はどうだい？神山？出撃前に隊員を激励とは大変ね。さすがはアナスタシア、お見通しか。今度の戦いは厳しい戦いになる。大丈夫かい？ええ、もちろん。だってみんながいるんですもの。私の信じたみんながね。そうか。ねえ神山、一曲踊らない？え、ダンスを？でもこんな状況だし。こういう状況だからこそ少しは楽しんだ方がいいのよ。確かにそうかもしれないな。じゃあやるか。意外ね神山、あなたがこんなに上手だなんて。ねえ、一体どこでダンスを覚えたの？ダンスなんてこれが初めてだよ。とても信じられないわ。少しぎこちないけど、でも情熱的で素敵。このまま全てを委ねたい。
そう思わせてくれるわ、あなたって。光栄だよ。さあ、もっと踊りましょう。二人で、いつまでも。はい。ありがとう。おかげで緊張もほぐれたみたいだ。どういたしまして。私でよければいつでもお相手するわよ。本当かい？もちろん。私、あなたと花組のみんなともっと踊りたい。許されるならこれからもずっとね。じゃあ約束だ。この戦いが終わったらまた一緒に踊ろう。ありがとう。その時を楽しみにしているわ。Bego, sumpah, sumpah. Bego, memang sumpah. Ada sesuatu. Oh, ini kalian ini dong. Aja. Ini yang wangi-wangi. Wangi-wangi-wangi. Oh ya, Sakura terakhir. Memang gamenya kan namanya Sakura. Yes. Hai. Sakura. 清十郎さん、大丈夫か？少し顔色が悪いみたいだけど。やっぱり清十郎さんには分かっちゃいますね。私怖いんです。この戦いで誰かが犠牲になったらって考えると。大丈夫だ、桜。俺が絶対にみんなを守ってみせる。清十郎さん、あの清十郎さん、私にその勇気を分けてください。さくら、私こんなにドキドキしてるんです。ああ、わかるよ。不思議です。こうしていると不安が消えていくみたい。でもそれだけじゃなくて、清十郎さんの手が震えているのもわかります。やらじらす。さくら、俺はさくらに感謝している。感謝？何をですか？戦いで平和を守り、舞台で未来を作る帝国歌劇団を俺は本当に愛しているんだ。ここに連れてきてくれた君に俺は本当に感謝しているよ。清十郎さん、そんな子供の頃の他愛のない約束です。そうだ、子供同士の他愛のない約束だけど、その熱い思いが、夢が、俺をここに連れてきてくれたんだ。今こそ、君に恩返しをするとき、約束を果たすときだ。さくら、君は俺が守る。はい。はい。ありがとうございます、清十郎さん。ありがとうございます。清十郎さんのおかげで勇気が湧いてきました。デートのために、みんなのために、私たち帝国歌劇団は絶対に負けない。頑張りましょう。
清十郎さん。ああ、一緒に頑張ろう、さくら。ごめん、gas langsung gua. Mau mandi, let's go. Ah. Let's go. Mau mandi. Ikuzo. Gila semua ini game. Kamar mandi ikuzo. I don't mind waiting my turn. Hey, nobody got that. Come on, let's get something. Surely. Already in there anyway. For everyone else, I mean, I'll be there with all of you. It was a big deal. What is a big deal? してないで早く入ってこいよ。清十郎さん、早く来てください。洗ってほしいところがあるんです。今ブルシブルシゴヤケネ。私も手が届かなくて洗ってほしいところが。洗ってほしいところだと、わかった、すぐに行く。しかしみんなと風呂に入る仲になるなんてな。見せるのは少し恥ずかしいが、俺も男だ。覚悟を決めるぞ。素晴らしいがやけん。なななな。神山清十郎、特訓します。No。みんな。お待たせ。あれ？あれ？みんなで風呂に入ろうって。みんなでお風呂掃除をしに来たんです。もう地獄に落ちてください。そんな掃除なんでもいいけど、キャプテン、早く服を着てくれないかしら。里の掟53条、エッチなのは良くない。すまない、すぐに来てくるから。だからお願いだ、見ないでくれ。風呂の掃除だったなんて、俺はなんて勘違いを。まさかこんな恥ずかしめを受けるとは。俺もうお婿に行けない。Yeah,
Alright. Semuanya udah. Okay. Here we go. Gue yakin. Satu jam. みんな集まったわね。では作戦の説明を行うわ。現在帝剣を奪った玄庵は要塞と化した競技場に潜んでいますわ。ですが多数の空中戦艦と大量の鉱魔によって競技場に近寄ることができません。この固い防御を突破するのが空中戦艦ミカサの役目よ。大きな被害は避けられない。でも絶対にあなたたちを競技場に届けますわ。スミレさん、危険なのはお互い様ですもの。そんな顔はしないでいただきたいですわ。競技場に入って命がけの戦いはむしろそこからです。せやからそこまでの道はドーンとあてらに任せとけばええんや。ありがとうございます。必ず期待に応えます。とはいえ今回は今までにない熾烈な戦いになるわ。指揮を取るあなたの身にも万が一のことが考えられる。だから神山君、帝国歌劇団花組の副隊長を決めてちょうだい。花組の副隊長ですか？そう、あなたのそばにいてあなたを助けてくれる人。そしてあなたが自分の意志を思いを託せる人よ。俺の正義の意志を、平和への思いを託せる人。わかりました。重要な決断よ。決心がついたら私に声をかけてちょうだい。Di sini kalian bisa milih bosnya siapa. Oh, gue udah tentu pasti bukan pilih Sakura. Sakura kan, Sakura. Seijuro-san. Sakura を副隊長にするか。組の副隊長はさくらしかいない。聖樹アザミを含む。いや、花組の副隊長は決まりました。彼女しか考えられません。では誰を副隊長に決めたのか、あなたの決意を聞かせてちょうだい。俺が副隊長に決めたのは、さくら、君が副隊長だ。私が頼むぜ、さくら。さくらなら安心して背中を預けられる。ついにというか、ようやくというかですね。さくらなら当然だわ。おめでとう。本当にこんな私でいいんですか？俺はいい加減な気持ちで君を副隊長に選んだわけじゃない。
俺には君が必要なんだ。副隊長として一緒に戦ってくれ。嬉しい、嬉しいです。私精一杯頑張ります。これで決定ですわね。副隊長は決まりましたけれど、花組は全員揃ってこそですわ。みんなで神山くんを支えてあげてね。はい。では作戦開始よ。総員準備はよろしいですわね。目標、帝国競技場、空中戦艦ミカサ発進。主砲発射準備。主砲発射準備。手を止めるなよ、急げ。主砲照準固定。目標競技場外壁。着弾誤差予測1メートルありません。いけます。主砲撃て。やった！競技場外壁の破壊に成功したで。このまま内部に突入しますわ。期間最大。新たな敵です。何としても突破するのよ。神山くんたちを競技場に届けるために。そら分かってるけど、こいつはきっついで。あの副砲開け、全力応戦。被弾率 40% を越しました。航行不能まで。あら、3分。競技場につければ沈んでもいい。なんとか持たせて。あら、敵の攻撃が止んだ。敵艦発砲停止。これは一体。あ、原案総鉄。落ち着きなさい。ただの幻よ。ちょすでに帝剣は発動した。弦と降臨までもうあとわずか。今さら貴様たちが抗っても無駄だ。俺たちは決して諦めない。何を言っても無駄だ。お前たちはそうかもしれん。だが、そこの女はどうかな。スミレさん。元との封印が解ければ、確かに高魔王様は復活する。だが同時に、旧過激団の者たちも帰ってくるのだ。お前はそれを望み、それを願い、長きにわたって戦い続けてきたのではないのか。わかるか。お前の目的は我が目的と同じなのだ。逆らうなスミレよ。今すぐ撤退し、ゲントの降臨を見守ってくれ。スミレさん。俺は信じています。スミレさん。さて、お前の考え通りにスミレは動くかな。さあ、舞台から降りるのだ。そして我と共に祈ろう、ゲントの復活を。スミレさん。
の時、あと一歩のところで私の霊力は尽きてしまった。私は取り残された。みんなと一緒に行くことができませんでしたわ。目の前で手を伸ばせば届くような、そんなわずかな距離なのに、私はみんなが消えていくのをただ見つめるしかできなかった。みんなに会いたい、それだけを思い続けて、眠れぬ夜を何度過ごしたことでしょう。その気持ちだけは嘘偽りのない真実の思いですわ。そうだろう、わかるよ、痛いほどにね。だがそれもゲントが復活すれば終わる。共にその瞬間を喜ぼうではないか。お黙りなさい。さくらさんはいなくなるとき、目の前で私を見て笑いましたの。よかった、すみれさんが残ってくれて。これで私たちがいなくてもテイトは安心だって。みんなを助けるためにコウマの口車に乗ってテイトを危険にさらす。はっ、そんなことをしたら花組のみんなに顔向けできませんわ。悪を倒して正義を示す、私を、帝国歌劇団花組をなめないでいただけますこと。スミレさん。貴様、その言葉もう取り消すことはできんぞ。ならばかかってくるがいい。貴様らに真の絶望を教えてやろう。スミレさん、かっこよかったです。ありがとう。いや、お金だろ。これが帝国歌劇団花組トップスターの貫禄ですか。里の掟103条。神崎すみれは怒らせるな、絶対だぞ。さすがね。本当に良かったんですか。ええ、あの方たちはしぶといですから、きっと自分たちで帰ってきますわ。敵空中戦艦の砲撃やで。うひゃ、すごい数や。花組隊員は出撃準備を。今すぐ量子戦闘機に乗り込んでちょうだい。これから先命の保証はできませんわ。もしミカサが落ちても脱出して絶対に競技場にたどり着くのよ。スミレさん、行きなさい。花組は機体に搭乗せよ。突入作戦を開始する。了解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 。敵艦一斉に行動を再開しました。次々と砲撃してきます。ちょっと待ってや。この数は下げ、敵ミサイル多数来ます。あかん、これを受けたらもう止まってまで。イエーイ。上海歌劇団参上。あ、イエーイ。 よっしゃー。ゆいさん、助けに来たよ。遅れてごめんね。ありがとう。敵はまだまだいるんだ、行くぞ。上海。やぎ、誰が、おーほほー、うぅー、一緒に、みんな、
すわ。彼らの意志を無駄にしちゃダメ。進むのよ、前へ。王に逆らう者に鉄槌よ。くらえ、断罪。オーバーロードエクスカリバー。おお、わあ。どうやらここまでだ。だが道は開いた。行け、帝国歌劇団。ありがとう、アーサー。ありがとう、みんな。みんな無事？なんとか大丈夫です。死ぬかと思ったで。神山くん、そっちは大丈夫？はい、これより花組は競技場内部に突入します。私にできるのはここまで。あとは頼みましたわ。絶対に生きて帰るんやで。ご武運を。行くぞ、ガンダム。ここまで来てもらったんだ、負けられねえぜ。もちろん負けるつもりなんてありません。絶対に帝権を取り戻す。そして帝都に平和を。行きましょう、青春郎さん。よし、行くぞ。帝国歌劇団花組出撃。了解。オーマイガー、やってみれそう。おーいやおぎ。Ada Sakura, guys. Gila. Anjir, episode yang menegangkan. Sumpah. Anjir. Ah, gokil sih ini. Okay, guys, thank you banget untuk kalian telah nonton. Bro, kalian main sampai dari episode pertama sampai sekarang. Wow, I don't know. But thank you for watching, guys. I really love you guys. Thank you for coming to watch my video, watch my stream for part 1. I love that. I really love this game so much. Thank you for watching. And we'll see you in the next video. And this is Ski. And say goodbye. Adieu, my friend. Bye-bye. Jangan mata nih. Mata. Astaga.